皆さん。じゃがいもです。マリサだぜ。今回は、最も簡単に作れるウィザースケルトントラップの作り方をご紹介します。1時間に60個前後のウィザースケルトンの頭蓋骨が手に入るよ。骨や石炭も手に入る。では、早速作り方について、解説したいと思います。早速解説解説。まず、必要素材を確認しましょう。特にレアなアイテムはないよ。非常に低コスト。右表示のアイテムはピグリンを連れてくるのが楽になります。あると便利。今回のトラップはワープフォレストかソウルサンドバレーにある要塞に作りましょう。この二つのバイオームが最もウィザースケルトンが湧きやすい。要塞の十字路を探して、そこには基礎を作ります。これが最も効率がいいです。要塞の下は溶岩だと、湧き潰ししなくて良いので楽になる。統合板はバイオームを判断しにくいので、ジャンクベースのサイトで探すといいです。動画概要欄にリンクを記載しておくので、そこからサイトに飛んでね。では、早速トラップを作っていきます。まず、動画のように、角のネザーレンガを3個削ってください。あと3箇所も同じように3個ずつネザーレンガを撤去しよう。そしたら、角にブロックを設置します。何のブロックでも OK です。動画のように4個ブロックを設置して、角を広くしよう。あと3箇所も同じように4個ずつブロックを設置します。こんな感じになれば OK。そしたら、斜めに3個仮ブロックを設置して、4番目に仮ブロックを2個設置します。こんな感じ。ここにピグリンを格納するぜ。斜めに3マス空いてれば OK です。十字路の中心にピグリンを設置したい。斜めに置いた仮ブロックは撤去しておきましょう。一応それぞれの角から3マスずつ空いてるか確認してね。続いて、仮ブロックの上にハーフブロックを設置します。そして、上段の仮ブロックに向かってトラップドアを設置する。トラップドアはブロックの上部ではなく下部に設置しましょう。あと3箇所も同じようにトラップドアを設置する。こんな感じになれば OK です。そしたら、トラップドアの周りを塀で囲う。これがないとピグリンがウィザースケルトンにやられてしまうのでご注意ください。正面は処理層を作るので、塀で塞がずに開けておこう。そしたら、トラップドアの下からレールを設置していきます。金のインゴットで誘導するとか色々方法はあるけど、レールで連れてくるのが一番簡単だよ。10個くらいレールを設置しておきましょう。そして、レールの上にトロッコを設置するぜ。これでピグリンを格納する準備ができました。次は、トロッコの前にピグリンを連れてきましょう。ピグリンは周りにいるはず。難易度ピースフルでも湧くはずだよ。難易度ピースフル以外で連れてくる場合は、金防具を装備しておくと、敵対しなくなるので安全です。そしたら、ピグリンの前にボートを置いて、ボートにピグリンを押し込むと、ピグリンがボートに乗るぜ。この状態でピグリンに向かってリードを使用すると、リードでボートごと引っ張ることができます。ちなみにピグリンは剣タイプじゃないとダメね。防眼タイプはダメ。防眼タイプはウィザースケルトンに矢を打って殺してしまいます。注意。そしたらピグリンをトラップまで連れて行こう。こんな感じで引っ張れば OK です。あまり早く引っ張りすぎるとリードが取れてしまうので気をつけましょう。実はこの方法で村人も輸送することができる。ピリジャーの前哨基地まで連れて行くのが楽になりますよ。この状態で足場を登ったり仮ブロックを縦に積むと、縦方向にもモブを輸送することができる。ピグリンを連れてきたら、しゃがみながらピグリンを右クリックして、リードを回収しましょう。そしたら、ボートを壊して、ピグリンを下ろそう。そして、トロッコに向かってピグリンを押し込み、トロッコに乗せます。あとはトロッコを押せば、ピグリンをトラップの中央に格納することができる。トロッコは回収しておきましょう。レールも回収しておいてね。このままだとピグリンがデスポーンしてしまうので、デスポーンしないようにします。何でもいいのでピグリンに防具を渡して、防具を装備させれば、デスポーンしなくなる。金だと品定めされるので、鉄とかの装備を渡すと良いかもしれないですね。これで十分だと思うが、不安なら名札で名前をつけておこう。金床で名札に名前をつけて、ピグリンに使用すれば名前をつけることができます。こうすればデスポーンしないです。防具を与えて名前をつければ絶対にデスポーンしない。繰り返しになるが難易度ピースフルでもデスポーンしないぜ。ここからは処理層を作っていきます。塀の手前に、2×2 の四角形の穴を掘ります。穴の深さは4マスだよ。
下にブロックがあれば楽なんですが、動画のように下が溶岩の場合も多いと思います。その場合は、こんな風に、他の足場からブロックを設置して、処理槽のためのスペースを作ろう。3マス間を空けて、4マス目にチェストを設置します。松明はわかりやすいように置いてるだけなので、みんなは置かなくても OK。そしたらこのように仮ブロックを設置し、仮ブロックに向かってチェストを設置します。ホッパーを下まで延長して下に回収槽を作っても OK。お好みで。仮ブロックは撤去しましょう。そしたらチェストの上にホッパーを設置する。ホッパーはチェストに向かって設置しましょう。そして、ホッパーに向かってホッパーを設置する。ホッパーをホッパーやチェスト以外につなぐとアイテムが流れなくなるのご注意ください。ホッパーの上は2マス空いていれば OK。続いて、ピストラを作るために、下のブロックを撤去します。あと3方向も同じようにブロックを撤去しよう。角のブロックも撤去してください。ホッパーの周りにブロックがなければ、設置して保管しておいてね。こんな感じになれば OK です。そしたら、左側のホッパーの隣に、ピストンを設置しよう。ピストンの右側を2マス開けて、右に90度回転してピストンを設置します。あと2箇所も同じようにピストンを設置しよう。こんな感じになれば OK です。続いて、ピストンの隣にオブザーバーを設置する。オブザーバーの顔が角の方を向くように設置してください。あと3箇所も同じようにオブザーバーを設置しよう。そしたら、オブザーバーとピストンの上のブロックを撤去します。角のブロックも撤去してね。こんな感じになれば OK です。オブザーバーの顔が角を向いていることを確認してください。そしたら、ピストンの側面にレッドストーントーチを設置するぜ。あと3箇所も同じようにトーチを設置しましょう。すると、ピストンが稼働するはず。このままだとガチャガチャうるさいので、ピストラをオンオフできるようにレバーを設置します。ピストンの手前のブロックを2マス撤去する。ピストンに向かってレバーを設置します。レバーをオンにすれば、ピストンの回転が止まる。レバーをオフにすれば再びピストンが稼働します。トラップを稼働するとき以外はピストラをオフにしておきましょう。穴をブロックで埋めて塞ごう。処理槽の部分は塞がずに開けておいてください。レバーの部分も塞がずに開けておいてね。レバーの上の穴はトラップドアで塞いでおきましょう。ピストラを稼働するときだけ開ければ OK。それ以外は閉じておこう。効率は変わらないですが、トラップドアが嫌なら下に部屋や通路を作ってそこからレバーを操作しても OK です。続いて、動画のようにボタンを2個設置しよう。反対側も同じようにボタンを2個設置します。ウィザースケルトンがボタンを足場と勘違いして処理槽に落ちるようになる。最後に、ピストンに向かってトライデントを投げて、処理槽完成です。1個投げておけば十分だが、投げる数が多ければ多いほど処理速度が上がる。せっかくなので4本くらい投げておきます。これにて処理槽完成。最後に、待機場所を作っていきます。トラップドアの手前に、建築ブロックを40個設置する。ピグリンから5マス間を空けましょう。天井があったら天井を掘ってね。こんな感じになれば OK です。そしたら、下に降りよう。ここで、注意点があります。落下ダメージ軽減のエンチャントなどを付与しておかないと多分即死します。エリトラがあれば滑空できるんだけどな。わかりやすく解説するために先にブロックを40個設置しましたが、ダメージを受けるのが嫌ならブロックとはしごを交互に設置していくと安全です。そしたら、建築ブロックに向かってはしごを40個設置する。続いて、ピグリンの方に向かってガラスを6個設置します。こんな感じ。ここがちょうどピグリンの真上になる。ここに待機する感じだぜ。今回ちょうど壁の中に待機場所を作れたので良かったんですが、もし周りに壁などがなければ、部屋を作ると安心です。こんな感じで、適当に待機場所を作ってください。3×3 くらいの部屋を作ると、ガストやブレイズに攻撃されないので安心だな。今回のトラップは湧き潰ししなくても効率がいいんですが、湧き潰しをすればもっと効率が良くなります。マーカーズパックを使って湧き範囲を調べてみよう。ダウンロードは動画概要欄からどうぞ。緑の枠はプレイヤーから24マス以内なので敵が湧かないです。赤い枠に敵が湧きます。
あんな風に、脇範囲に入っている陸地があれば、ハーフブロックを設置して脇潰ししておくと効率が上がる。プレイヤーから40マス以内を脇潰しすれば OK です。まあ、このくらいなら脇潰ししなくてもそこまで影響なさそうだけどな。一応脇潰ししておきました。こんな感じで、脇範囲に入っている陸地にハーフブロックを設置すれば OK。または陸地を削ってしまったり溶岩を流すのも手ですね。お好みで。我々はこの辺にある邪魔な木とかは撤去した。ワープフォレストのブロックやシュルームライトはクワだと壊すのが早いです。豆知識。こうやって見ると脇層の範囲って意外と小さいんですよね。下溶岩じゃなくても良いかもしれないな。ウィザースケルトンがピグリンに気づきやすくなるように、下から2番目までのブロックとはしごを撤去しておいてください。レバーも操作しやすくなるしな。あとは、アイテム回収層も作っておくといいですね。上から回収するより下から回収した方が良い。こんな感じで、適当に回収層を作っておいてください。この部分は脇範囲には入っていないはずだが、万が一敵が湧くとまずいので、脇潰ししておいてね。ガラスで床を作るか、ハーフブロックを設置してください。チェストを下方向に増設したり、アイテム仕分け機を作っても OK。お好みで。アイテム回収層とレバーまでの移動経路をつないでおくと便利ですね。てかこっちにはしご設置すれば脇層の方のはしごは撤去しても OK そう。まあ、両方から登れるようにすると便利ですね。せっかくトラップが完成したので、稼働してみましょう。レバーをオンにして、ピストラを稼働する。そしたら、待機場所に移動するだけです。超簡単。ジャンプしてはしごに飛び移ろう。ピストラにもドロップ増加算の効果は乗るので、剣は装備しておいてください。ウィザースケルトンはプレイヤーが直接とどめを刺さないとウィザースケルトンの頭蓋骨を落とさない。ピストラはプレイヤーがトライデントを投げて倒してる判定になってるので、頭蓋骨落とすんです。チート。演算距離は4チャンクに設定しておいてね。難易度はピースフル以外にしてください。ハードが一番脇率が高いみたいなので、ハードにするといいかも。あとはこの場所で好きなだけ待機するだけで、頭蓋骨と骨、石炭が手に入る。ビーコン作れるようになるし、骨粉と燃料に困らなくなる神トラップです。実は一番実用性が高いんじゃないかと思ってます。統合版でも作りたいと思ってたんだ。やっと作ることができた。編集ソフトで拡大してるので画質荒いですが、ウィザースケルトンがめちゃくちゃ湧いてるのわかりますかね？ウィザースケルトンはピグリンを倒そうとして誘導され、穴の中に落ちて処理される。ウィザースケルトン以外のモブも湧きますが、放っておけば自然とデスポーンするので問題ないです。どうしてもウィザースケルトン以外を湧かせたくないなら、湧き層にウィザーローズを設置すると、ウィザースケルトン以外湧かなくなる。でもウィザーローズ持ってないんですよね。ウィザーを召喚しないとウィザーローズ手に入らないからな。まあ、ウィザーローズ使わなくてもかなり効率は良いので気にしないで OK。んじゃ、十分放置して、どのくらいのアイテムが入手できるか確認してみたいと思います。AFK、AFK。10分経ったので結果を確認してみたいと思います。なんかブレイズこっち見てる。怖い。やっぱり待機場所作っておかないと危険だな。ちょっと望遠鏡で覗いてみますか。こっちの方が画質いいからわかりやすいかも。こんな風に、ウィザースケルトンが穴に落ちて処理される。今回ブレイズはデスポーンしたみたいですが、ブレイズを処理できればブレイズロッドも手に入ります。あの3体を始末したら確認に行ってみよう。始末できましたね。では確認に行ってみます。確認しやすいように難易度をピースフルに変えるぜ。難易度をピースフルに変えない場合は、やはり回収層への通路や逃走経路は作っておきたいところですね。穴に近づけば経験値を入手できる。ピストラは最悪稼働しっぱなしでも OK です。ピストンがなくなる可能性があるだけです。10分だからチェスト1個で済んだ。ちょっと整理してみます。結果発表です。10分でウィザースケルトンの頭蓋骨が7個、骨が18個、石炭が93個手に入りました。今回ちょっと少なめだが、参考動画によると1時間に60個の頭蓋骨が入手できるらしい。これだけ簡単に作れてこの入手量なら十分すぎる性能ですね。ただ、石の剣の入手量が多めなのが気になります。アイテム仕分け機を作って、剣はゴミ箱に繋いで処理した方が良いかもしれないな。アイテム仕分け機とゴミ箱の作り方は動画概要欄のリンク先の動画を参考になさってください。まあ、危険を冒してネザー要塞を駆け回りウィザースケルトンを倒して頭蓋骨を集めるよりは楽だと思います。
なんせ10分でビーコン2個分の頭蓋骨が集まってますからね。昔は2時間くらいウィザースケルトン買って頭蓋骨1個とかでしたからね。ウィザースケルトントラップは昔はネザーの湧き潰しをしないといけなかったのに、随分簡単に作れるようになったよな。統合版も Java 版も湧き潰しほぼ不要になりましたからね。良い時代になったものです。ちなみに今回のトラップは統合版専用ですので、Java 版の方は Java 版用のトラップを作ってください。動画概要欄にリンクを貼っておくので参考にしてね。というわけで、最も簡単に作れるウィザースケルトントラップの作り方解説動画でした。いかがだったでしょうか。今回の動画が、少しでも皆様の参考になりましたら幸いです。今回のトラップは私が作ってみたかったというのもありますが、リクエストをいただいたので作ってみました。この動画が皆様のお役に立つことを願っています。他にもマイクラの動画をいろいろ投稿していますので、よければぜひお願いします。動画投稿の励みになります。明日を生きる活力になる。それでは皆様最後までご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. See you next time. またね。